はいどうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、花咲ワークスプリング若葉ルートパート13、続きからやっていきたいと思います。今日の授業はここからよ。そろそろ時間だよな。待ち合わせなんて恋人らしい。今までも若葉と待ち合わせしたことはあるけど、落ち着かない、そわそわする、早く来ないかな。何度も時間を確認する。遅刻かな。約束の時間を過ぎた。女の子は準備に時間がかかるって言うし、そういうもんなのかな。ん？あれ、若葉じゃないか。柱に隠れてこっちを見て何やってるんだ。おい、若葉。よ。何やってんだよ。見ればわかるだろう。隠れてるね。やってることはわかるけど意味はわからない。遅刻して怒られるって思ってるのか。遅れてないし、30分前からここにいたし。あ？ってことは俺が来る前からここにいたのか。なんで声をかけてくれないんだよ。それは顔を赤くしてもじもじする若葉。かわいいな。笑われそうだ。笑う？なんで。いいから、笑わないって約束してくれなきゃこっから動かない。おう、わけがわからない。とにかく笑わなきゃいいんだよな。笑わないよ、約束する。本当に？本当に。嘘つかない？つかない、笑ったりしないって。絶対？嘘ついたら針千本。あ、好きにしろ。粉末にして飲ませる。わーい、鉄分たっぷり。後先考えなければ実行できそうなところが恐ろしい。何があるのか知らんけど、笑わないようにしないと。で、何を笑われるって思ってるんだよ。ちょっと待ってて、今心の準備してるから。頭が引っ込んでしまった。何やってんだ。おい、若葉。こっち来ちゃダメ。ユウはそこから一歩も動いちゃダメ、私がいいって言うまで。また引っ込んだ。一歩も動くな、なんて言われたし、このまま待ってみるか。よし、行くよ。てりゃ。柱の影からぴょんと飛び出してきた若葉。おお。いつもの若葉とはちょっと雰囲気の違う服装。女の子らしい可愛い服だった。恥ずかしいのか、頬がほんのり赤く染まっている。俺の知ってる若葉とは全然違う印象で、新しい魅力を感じていた。若葉、それどうし。もうおしまい。早っ、ちょっとしか見てないぞ。だって恥ずかしいじゃん。せっかくのデートだし、いつもと違う感じにしたかったの。いや、だからこそ見たいんだけど。それに、しっかり見てみなきゃ感想も言えないって。だよね。恥ずかしがってる若葉も十分に可愛いんだけど、せっかくならゆっくりじっくり全身を見たい。それってさ、若葉が俺のために頑張ってくれてるんだ。だったら俺もちゃんと若葉のこと褒めてあげたいから。ほら、ちゃんと見せてみ。わかった。笑うのよ。笑わない、絶対だ。再びぴょんと柱の影から飛び出してくる若葉。なんだよ、全然おかしくなんかない。可愛いぞ。そっか。俺が若葉のこと笑ったりするはずないだろ。本当に可愛い。あ、世界一だな。それは言い過ぎだって。そうか、俺ランキングはぶっちぎりの1位だけど。言うってさ、そういうこと言えちゃうのすごいよね。私ばっか恥ずかしがってるっぽい。そんな若葉を見れることも含めて俺の特権ってことで。いや、優が褒めてくれたなら私はそれで嬉しいし、ハンナも褒めてくれたけどさ、やっぱ優に褒めてもらうのが一番いいや。
ちなみにカンナは何て言ったの？大変お似合いですよ。花咲様が羨ましいですって。うえー、また新たな火種になりそうだ。そんじゃあ行こうぜ。今日は一日思いっきり遊ぼう。あら、花咲くんじゃない。こんにちは。どうも。あれ、クオン先輩、知らぬいも一緒に何してるんだ？祈りちゃんとデートよ。何言ってるんですか。私は女子とデートする趣味はありませんよ。いいじゃない、仲良くしましょうよ。 やめてください、恥ずかしいじゃないですか。目の前でキャッキャフフが始まった。知らぬいがこんな顔してるの珍しいの。ていうか初めて見るよ。なんですか、いやらしい目で見ないでください。潰しますよ。出たよ、妖怪潰しますよ。誰が妖怪ですか。潰すのは花咲だけです。花咲くんと祈りちゃん、相変わらず仲良しね。クオン先輩、楽しそうだな。知らぬいも休日はこんな風にして遊んでるのか。せっかく会ったんだし、どうかしら、これからダブルデートしない？え？ダブルデート？若葉動揺しすぎ。俺もドキドキしちゃうだろう。綾乃さん、私たちはデートじゃないって言ってるでしょ。もう、祈りちゃんは相変わらず照れ屋さんなんだから。照れてないです、事実を指摘しただけです。あら、そうかしら。私はデートのつもりだったんだけど。はぁ、何でもいいです、好きにしてください。先輩は全く気にせず楽しそうだった。さすがの知らぬいもこの人のマイペースっぷりにはかなわないのか。どうしたんだよ、ニヤニヤして。なんでもないって。ところで、二人は何をしに来たの？俺たちは、まあ適当に買い物ってところです。へえ、そっか、若葉ちゃんと買い物ね。クオンさん？なるほどね、若葉ちゃん、かわいい格好してるものね。俺たちをからかいたくて仕方がない。クオン先輩からはそんな空気を出してくる。じゃあ、私たちはこの辺で。俺の手を引く若葉、早々に退散を図りたいらしい。どうやら若葉も俺と同じ気持ちのようだ。そうね、私たちもこの辺で。歩き出す。若葉はとことこと俺の隣に。どうして俺たちの後をついてくるんですか？私たちもそっちに用があるのよ。この人たち、絶対私たちのことからかうつもりだ。私を混ぜないでくださいよ。綾乃さんに巻き込まれているのは私も一緒です。お前も大変だな、知らぬい。綾乃さん、これ以上二人をからかうのはやめましょう。ほら、もうすぐ映画始まりますよ。知らぬいはスマホの時計を先輩に見せていた。時間を確認して頬を膨らませながら唇を尖らせるクオン先輩。花咲くんたちを見てる方が映画より絶対面白そうなのに。はいはい、いい子ですから邪魔しちゃダメです。ポップコーン買ってあげますから行きましょう。わかったから、そんなに押さないで、祈りちゃん。先輩、ようやく諦めてくれたような、一安心。花咲ん？なんだ？今のあなた、すごく楽しそうですよ。頑張ってください。二人は人混みの中に消えていく。すれ違いざま、知らぬいが俺にだけ聞こえるようにぽつりと落としていった言葉、それは確かに俺への応援の言葉だった。ねえゆ、そろそろ行こう。ああそうだ、知らぬいの応援に応えるためにも若葉とのデートを思いっきり楽しもう。これくらいかな。あれ、ユウ、どうしたの？疲れた。ののかの買い物で体勢はついていると思ってたのに、若葉に振り回されて俺の体力は限界に近かった。なんだよ、だらしねえぞ、男だろ。どうしてそんなに元気なんだよ。だって楽しいじゃん、へばってる時間がもったいないって。
まだまだ元気いっぱいと言わんばかりの笑顔。ユウ、もしかして楽しくない？そんなことないって。ちょっと緊張してたからかもな。緊張？だって彼女と初めてのデートだぞ。緊張しない方がどうかしてる。私と同じだ。実は昨日ドキドキして全然眠れなかった。俺なんか二度寝できなかったぞ。マジで？寝ること大好きな優雅？そっかそっか、そんなにドキドキしちゃったか。なんだよ嬉しそうにして。嬉しそうじゃなくて嬉しいな。優も同じだから。小さな手が俺の手をギュッと握る。こうするの忘れてた。恋人同士って感じしないもんね。温かい若葉の手、幸せな気持ちで満たされる。さっきクオン先輩と知らないに会った時さ、私恥ずかしかったんだけど、そうじゃないんだよね。ん？恥ずかしがることなんてないんだよね。自慢するくらいにならなきゃ。体を寄せながら笑顔を浮かべる若葉だ。まったく可愛い集め。さっき知らねえがさ、俺に言ったんだよ、頑張ってくださいって。なんで？さあ俺もよくわからないけど、あんなこと言ってくれたのは初めてでさ、応援してくれたのかもな、知らぬいなりに。そっか、知らぬい、いい子じゃん。まあな、幽霊部期待のホープだ。普段はすぐに潰したがるけどな。なんだよそれ、ユウもついこの前幽霊部に入ったばっかのくせに。一日でも早ければ先輩だ。これからも先輩風吹かせて知らぬいをいじる。ほどほどにしとけよ。いつでも私が止めてあげられるわけじゃないし、あとあんまり他の子と仲良くしてるとこ見るのやだ。うわやばい、今のは今日一番の破壊力だぞ若葉。なんだよ、気になっちゃうんだから仕方ないだろ。いだだだだ、思いっきり握るなって。うるせえ、照れ隠しだ。強い強い、握力強い。照れ隠しに痛めつけるのはやめて。ごめん、やっちゃった。いてててて、いいよ気にしてないって。これがやきもちってやつか。これはこれで悪くない。さあ次はどうする？まだ時間あるよな。ちょっと休憩しない？私喉乾いちゃった。お、いいな、賛成。うん、それじゃあ行こう。若葉に連れられてやってきたカフェ。そこで俺を待ち受けていたのは、これはどうなの？いいじゃん、憧れだったんだから。テーブルの上にはでっかいジュースが乗っかっていた。俺がトイレに行った隙に注文したらしい。俺どうすりゃいいの？一緒に飲むの。マジですか？他のお客さんにめっちゃ見られてるんだけど。しかしこれは。席に座り改めて目の前のジュースを観察。なんなのこのストロー、ハート型しちゃってるよ。職人が丹精込めて、造形した一品じゃん。これを若葉と顔を近づけて飲めて。あのさ若葉、何これ、めちゃくちゃ恥ずかしいやつじゃない？そう？そんなことないんじゃない？顔真っ赤なんですけど、視線も泳ぎまくってるよ。俺たち周りから見られまくってるけど。気にしすぎ、他にも恋人同士の人たちいっぱいいるし。これ頼んでるの俺たちだけみたいだけど。ユウと一緒に飲みたいなって思ってたの。私の夢に付き合ってよ、うん、マジか。これも神が俺に与えた恋人としての試練なのか。いいだろう、乗り越えてみせる。よし分かった、行くぞ若葉。まるで戦いに赴く戦士のような心境だ。お、若葉も意を決する。二人で同時にストローに口をつけてジュースを一口。味なんか全然わからん。顔がめちゃくちゃ近い。まるでキスをする寸前で止まっているような感じ。若葉の顔をチラリと伺ってみる。視線がバッチリ合ってしまった。気
気まずくなってすぐに視線を外す。どうだ？めっちゃくちゃ恥ずかしい。ですよね。おかしいな。漫画だとあんなに幸せそうだったのに。何事なの？この場所だろうな。休日のショッピングモール内にあるカフェ。カップルもいるにはいるけど、家族連れもたくさん。やるならもっと静かな店でやるべきなんじゃない？でも他の店でこういうメニューってないじゃん。これでも結構探したんだぞ。そんなにこれがやりたかったのか。意外と乙女チックなんだな若葉。今日の服も可愛いし、やっぱり根っこの部分はお嬢様なんだろう。なんだよ、そんなにじっと見つめるなってば。だんだん楽しくなってきた。若葉の恥ずかしがるところを見ると、なぜか胸の内をくすぐられる。ユウがニヤニヤしてる。私のことバカだって思ってるんでしょう。いや、そんなことないって。可愛いなぁとは思うけど。いきなり何言ってんの？普段なら恥ずかしくてなかなか言えないけど、目の前に自分以上に照れてるやつがいるから意外と平気だったり。ダメだった？出てくれるのは嬉しいけどさ、できればもう少し落ち着いてる時にしてほしい。そうか、分かった、悪かった。これからもやるけどね。大いに油断するから。どうしたんだよ突然。私は楽しいけど、ユウはどうなのかなって。ユウも一緒に楽しめないと嫌だからさ。心配するなって、俺も楽しんでるぞ。うん、でも今日だって私の行きたいとこやしたいことばっかしてるし。本当にユウも一緒に楽しんでくれてるのか分かんない。いまいち伝わってないのかな。告白した時もそうだったけど、ちゃんと態度で示してあげないと。若葉、俺たちまだ一口しか飲んでないぞ。最後まで飲んでみなきゃ楽しいかどうかよくわからん。もっと一緒に飲もうぜ。じっと俺を見つめる大きな瞳。俺も若葉をまっすぐに見つめ返す。若葉もストローに口をつける。二人で仲良くジュースを飲んで見つめ合う。恥ずかしいな。おお、恥ずかしいな。でも私たちどっからどう見てもカップルだな。さすがに友達同士でこれ頼むやつはいないよな。ジュースをさらに一口。ようやく少し味がわかるようになってきた。ん？若葉がじっと俺を見てる。すげえ気になる。なんだよ、じっと見て。ユウの唇、可愛いなって思ってた。はぁ？だって、その、キスした時のこと思い出しちゃって。ほら、ストロー加えてる口って、ちょっとそれっぽいじゃん。だからって男の唇を可愛いって言わないだろう。若葉の唇が可愛いってのなら納得するけど。もう俺の乾杯。若葉の唇最強。やめろよ。そんな風に褒められるの恥ずかしいって。視線を外して照れる若葉。ここが二人きりの空間なら、俺は間違いなく若葉を抱きしめてる。恥ずかしがる若葉は可愛いな。だからやめろよ。そんなこと言うと私も言っちゃうぞ。言って何を？言うの可愛いとこ他にもたくさんあるんだけど。なんだよそれ、そんなもんないだろう。あるって、全部言ってあげようか。勘弁して、体がムズムズする。いいじゃん、可愛いのはいいことだと思うんだけど。男は可愛いなんて言われたって嬉しくないの。そうなんだ。それじゃもっと言ってやんないとな。なんでだよ。そうやって照れてるところも可愛いから。若葉、ここは引き分けってことにしとこう。はい、じゃあ続き飲もっか。お互いに目いっぱい恥ずかしい思いをする。青春っぽいな。俺もジュースの続きを。どうしたのユウ。
今外にしクオン先輩と修羅縫いがいた。クオン先輩と目が合った。あの人めっちゃ笑顔だった。マジで、マジで明日が恐ろしい。俺と若々カップル専用ラブラブジュースを飲んでいたとみんなに知られるだろう。若葉、明日は覚悟しとけよ。俺たち相当いじられるぞ。湯気が出そうなくらい顔が熱い。若葉も真っ赤な顔で恥ずかしそうにしている。今の俺たちにできるのはジュースを、することだけだ。何笑ってんの？いや、面白いなって思ってさ。やっぱ若葉と一緒にいると退屈しないな。それ褒めてる？さっき俺に聞いただろ、楽しんでるのかって。ちょっと前まで若葉とこんな風にジュース飲むなんて思ってもいなかったし、明日いじられるのも恥ずかしいけど面白くなりそうだろ。ゆうってさ、私が思ってる以上にバカなのかも。なんだと？若葉だって似たようなもんだろ。そうそう、似た者同士だから、私もゆうも楽しいってことだな。バカップル万歳。強引なやつ、思わず笑みがこぼれる。だからこそ俺も楽しいんだろうな。送ってくれてありがとう。気にするなって。デートを終えて若葉を家に送り届けた。今までは現地解散だったけど、こういうのもいいよな。昨日も今日も一緒にいたのに物足りないな。ゆうとずっと一緒のののかちゃんがちょっと羨ましい。俺だってできれば若葉とずっと一緒にいたいけど。もうなんだよ、急に腕に抱きついてくる。ずいぶんとご機嫌だ。寂しかったらいつでも電話しろよな。私も電話しまくるし。寝てる時間は勘弁だぞ。私と寝る時間どっちが大事なんだよ。そこ比べるのは卑怯じゃない？寝る時間なくなったら死んじゃうだろう。私今優がいなくなったら死んじゃいそうだし、生きていくのに必要な成分なの。だから優もいっぱい私に電話しろ。若葉がわがままだらっこになってしまった。分かったよ、電話する。うん、それじゃまた明日な。別れ際、頬にキスをされる。可愛いことしやがって。さて、俺も帰るか。充実した休日だった。思い返すと勝手に釣り上がる口元を押さえながら俺はキロに着いた。はい、ということで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。